はい、咀嚼面です。続きからやっていきたいと思います。で、このゲーム、北米版なんだけど日本語字幕入ってるっていうね、知らないで普通に英語しかないと思ってそのままやってました。なんでこっからは文字が全部英語になっ、あ、英語じゃない、日本語になってます。で、これはなんだっけな、あ、そうだ、あの変な親父と戦って、一応親父を倒したんだよね、あのダディをね。で、ダディを倒してからミアのビデオを見つけて、そのミアのビデオを見てるっていう状態で、そのミア自身に、まあ、自分がなって操作してるっていうところを途中までやってったってことだね。あと、これドアを、これ自分が体当たりしなくても A ボタンでこうやって昔のバイオハザードみたいに開けれるっていうのも判明したんで、ちょっとそれも踏まえてやっていこう。やばいやばいやばい。ああ、いるいるいる。ちょっと待って、どうするどうする。隠れなきゃって、もう完全にこれさ、これ失敗だな。しゃがみが、これ押し込みでしゃがみだよね。本当にこれ大丈夫？ここって隠れれてる？あ、ダメやダメや、こっち来てる、こっちに来てそう。あ、大丈夫か？え、ちょっと待って、なんかめちゃくちゃ動いてる。向こう行ったね。やり過ごすことができたようだな。怖っ。監禁されてるってこと？こっちドア閉めとこう、一応。で、こっちには何があるのかな？あれ？これって、あ、やべ、ちょっと来てる来てる、まずいまずいまずい、やばいやばい、どうするどうする、ちょっとこれはやばいな、ちょっとやばいな、これやばいやばいやばい、こっち来るこっち来る、どうしようどうしよう、やめて、来ないで来ないで、うわー、もうバレるでしょこれ、完全に見えてる、バレた？逃げろ、ダッシュダッシュ、怖い怖い怖い、見た、こっち来ないでくれ、来てる来てる、こ、え、ちょっとバレた、本当にバレちゃった、いや見えてない、ダメ、ちょっとここアイテムないないか、もう急ごう、これいじれないし、今はそれどころではないって出るもんね。ここのドアって閉めたり、あ、待って待って、こっち側行けんじゃね、ここに隠れよう、ここ結構いいハイディングスポットじゃない、向こう側もなんかあるけど、てかこの場所はこれ、なん、ちょっと3年前ってことかな、3年は少なくとも経ってるんだよねきっとね。イーサンは主人公だよね。結構なんか虫の餌がうんたらって、怒ってるね。迎え入れたって、迎え入れた、あ、ちょっと待って、あそこの窓から、あ、あっちに行ったってことだね。お、なんかあるぞ、拾おう。お、なにこれなにこれ、戻すことしかできないけど、なんだこの武器、火炎放射器的な、ちょっと使ったりはできないんだ。ちょっと待って、で、ここはどう、ここ行ける、また、こ
これ電話機か？違うな。お、何これ？あれ、また影？こんなのやんなきゃいけないの？今のうちに。これは、やばい。これやってる間にもあいつ来ると思うんだよね。こうか。違う。これ、このまま回して、そうそうそう、それで合ってんじゃん。ダメ？ちょっと微妙にずれてる。できた。そうすると、ドアが開いて、おぉ。で、今開いたのが、ここが開いたの？ここ入れるってこと？うわ、すっげえ。隙間。なんだなんだ。まあ、とにかく進もう。あいつ来る前に逃げた方がいいからね。お、なんかここ出れそう。お、こんなところに繋がってた。あ、反対側に来たのね、あの変なお兄ちゃんみたいについたところ。え、ちょっと待って、いるいるいる。いるいるいる、どうする？一回逃げよう。やばい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 。しょ、ここ戻ろう、ここ。ここ入って、ここ。マジ、戻って。あいつ来ちゃう。ダメだ、これもう。あ、そっち抜けないんだ、つながってないから。マジ怖え、これ。どこにいる？エンブレイスアースって。ファッキンアテンジョン。ちょっともう一回。あそこにいるね、やっぱ。この隙間から見て、様子見よう。うわ、怖すぎる。うわ、怖いな。大丈夫かな？まだ、ちょっといるんじゃない？行った？このね、これ危ないね。まずいな。バレた、バレた。ちょっと、戻って。早く、早く、早く。いいかもって。やばいやばい、逃げて。困ったな、これ。あいつあっちにいるから、こっち側の、どうやってくる？ここな。いや、ここは。うぅぅぅぅぅ！いやぁ。それ、行き止まりだったらどこ行けばいいんだ？左か？こっち来るよ、きっと。同じ動きだったら左だよね、きっと。左側から来ると思うから、それをやり過ごしつつ、行けるかな。そうだな、また同じ行動パターンっぽいから、これでこのまま、ちょっとこっち行って、あ、ちょっとガチャンってなった。大丈夫か、大丈夫か。木の音で。あ、なんと下に行ける。よし、やっと行けた。ちょっと怖いから、急ごう。ミッシー。え、ちょっと、なんか閉められたんだけど。これなんだ？写真があって。で、これは？あ、ちょっと、ろうそく消えるとかやめて。どうするどうする？何も見えない。うおぉ！結局捕まっちゃうの？あ、でもこれでよかったみたい。うわ、めっちゃ蹴って。めっちゃイーサン助けてって言ってんじゃん。こういうことがあったってことね。いやー、結構こういうかくれんぼ系はむずいね。お、なんか実績解説。Can't catch me。 はい、戻ってきました。そう、これビデオ見てたってことだからね。で、じゃあこのまた E さんに戻って探索を続けていこうね。前回はそうだね、ドッグヘッドとかを取ったから、その辺をちょっと調べてあれしていこうか。あ、これ取れる？ショットガン。鍵がかかってて、強いみたいだね。で、あ、ここに繋がってて、この箱も壊せそうじゃない？ここ壊せた。お、ハンドガンの弾。これは？これは、あ、これって、もしかしてアイテムボックスってこと？そうだよね。使用するアイテム、あ、違うね。鍵がかかってるってことか。ナイフで開けたりはできないもんね。こじ開けるのは無理そうだ。鍵がどっかにあるか、キーピックを取って、なんとかするってことだね。
よし、行こう。で、ここはなんかいっぱい物が詰め込まれてていけない。いけないっていうか、これ確か壊れてる。あの、1階に繋がってるね。で、この中は、お、なんかあった。ケミカルフロイドね。そして、これが、これ絵が飾ってあるんだね。この絵もなんか、ちょっと気持ち悪い、骸骨抱いてるやつとかだね。で、あ、これはなんだ？なんか中に書類っぽいものが入ってるけど、取ることはできないみたいな。で、これゴミ箱でしょ？で、ここは。お、どうだ？なんかあるか。うわ、何このスライムヘドロっぽいの。うわ、なんか怖いな。ここは。ここ空か。そして、これは？お、ハンドガンの弾。結構ハンドガンの弾手に入るな。うん、もう22発。2マガジン分ぐらい入ったんじゃない？で、これは、おお、すごいな。アンティークコイン。わ、こんな便器のボールから取りたくないな。アンティークコインで、お袋とか裂いて破ったりはできないみたいなね。そっかそっか。あと何もないかな？あ、待って。なんか調べれるみたい。あ、水を抜くと何か入ってる。お、お、なんだ。木製の、スタチュエット。で、これは何なの？なんだこれは。なんだこれはしか言わない感じか。うん、じゃあ行こうか。あれ、こいつはさっきの親父。嘘でしょ。ちょ、やめてやめて。ドア閉めちゃう。わ、やめて。やばい。いて。ちょ、やめてくれ。どうする。とにかく逃げよう。逃げ続けることはできないかな、でも。決着をどこかでつけなきゃダメかもしれないけど。来てるか。どうする？とりあえずどっかに逃げ。来てんな。倒すしかないか。多分倒せないと思うんだよな。無理でしょ。危ね。待って。どうする。来てんな。なんとか振り切ることはできるんだろうか。やべ。とりあえず逃げよう。多分死なないっぽいから。まずいな。ちょっと、いやー、危ない。これ、いや、これ回したいけど、ちょっと回す、はめ込みたいけど、こいついたら無理だよな。ここも何もできないでしょ。どうしよう。とりあえず上の階に何か逃げれるとこないか見てみよう。巻いた？うまいこと巻くことできた？いや、来てんな。来てる。マジか。しつこく追っかけてくる。怖え。対処方法が全然わかんない。足音をなるべく立てないようにしていけば。来てるな。いや、分からん。とりあえず、あ、今のうちにあの元の陣地に戻って。そうだよ、あのドアのあれはめて外に逃げよう。バレるぞ。
声聞こえてる、声聞こえてる。急いだ方がいいな。ここだ、ここ目的地はこのここにはめ込むことだったはずだから、急いでこれで犬のこれをはめて、でもう一個持ってたよね、持ってなかった、持ってた、これこれじゃない、ちょっと待って、まずいぞ、来るぞ、そろそろ来るから一回ちょっとこっちの方に逃げれよっか。木製のなんとかってやつ使ってみよう、とりあえず。ここだよな。急げ急げ。多分ここで、これを使って、さっきの影みたいのでなんかやるんじゃないの？違う？いや、絶対そうだ。なんかそんな感じの、これ、鳥の形になりそうな気がする。ほらほらほら、もうちょっとだ、もうちょっと。こうか。こうだ。できた。行ったね。急げ急げ。で、これで多分もう一個。あ、これあれだね。さっきのね、ビデオで出てたからね。そっか、あれの時よりは3年経ってるから、ちょっとこのパズルを複雑にしたってことかな。よし、進んでいこう。で、ここは、ここどこだ？どこに繋がってる？これあの例のとこだよね。さっきの。ああ、だいぶ様相が変わったんだね。わあ、なんかバイオハザード1でもこんな場所あったな。なんかコルトパイソンかなんか拾ったような気する。これは調べられない。あ、あ、待って。ハーブ見っけ。で、あとは、弾。結構弾手に入るね。お、大丈夫か、バチャンって。で、お、やった。で、あとは、ここのドアって何？あ、あ、人形ある。人形壊してる。よし。で、これは鍵がかかってるから開けれない感じかな？そうだよね。コインで開くような感じじゃないよね。てか、コイン4個とかってどういうことなんだ？なんか買うとかあるのかな？お、精神刺激薬？精神刺激薬を使ってアイテムを探す？あ、間違った。使ってみる？ちょっと。あ、アイテムのありかがわかるんだ。これを使うことによって。あ、すげえな。あ、すげえすげえすげえ。なんか取った。ここにもあるじゃん。ショットガンの弾とかめっちゃ落ちてる。よく見たら。あ、こういうアイテムがあるんだ。あとは、この部屋じゃないよね。やべ、あと向こう側か。そうだな、この中にめっちゃいっぱいアイテムあるけど、それを取ることはちょっと今はできないよってことね。なるほど。先進もう。先進もうとか戻るしかないのか。あ、こっちだ。これ。あるね。これは開けれないから。これ。アンティークコイン。ガンパウダー。あ、もう効果なくなっちゃったね。で、これは箱だよね。うわ、ちょっと何これ。ウジが入ってた。これ、逆さまにしても別に出てはこないね。うわ、気持ち悪い。なんだ、なんか入ってるかと思ったら、ウジだった。あ、まだ効果続いてんな。これは何だろう。子供、ミアって書いてるでしょ。で、これは何だ？あ。なんか多分、あれだね、実験結果をメモったみたいな感じかな。裏は何も書いてない？あ、裏に写真がついてる。じゃあ、とりあえずいいか。あと、ここは？ここはもう取ったっけ？で、この底は開かなくて、これなんだろう。じゃあ、このドア行く？うわ、汚いな、なんか。うわ、なんかこの部屋だけ変だな、様子が。ん、怖いな。ちょっと待って、なんか出てきた、なんか出てきた。うわ、やばいやばい、逃げろ逃げろ。明らかに人じゃないものが
ちょっとまずいまずい。なんか締めをとりあえず。なんかめちゃくちゃ強そうなやつ出てきた。開けたら出てくるでしょ絶対。ん？どこ行った？やつはどこだ？え、めっちゃ怖え。どっか行ったな、でも。今のうちじゃないじゃん。うわ、なんだここ、すごい。え？ちょっと閉めとこう。壊せはしない。え？怖っ。ここちょっと歩きにくいみたいなね。さっきの黒いやつ何だったんだろう。上にもなんかあるか。何もないね。怖えな、いきなり鉢合わせしそうだな、誰かと。ここのドアは？鍵かかってる。じゃあこっちかな。絵があって。お、下にも行けるね。下と上と、お、なんかちょっと安全な部屋っぽいよ。よし。あ、セーフルームっぽいね、あのバイオハザードによくある。ハンドガンの弾もあって、で、これは？あー、鍵かかってるか。結構弾手に入ったな。で、セーブポイントだね。これなんだろう。なんか書いてあるね。あー、これは過去に拉致された人たちの、ショットガンであいつに連中に思い知らせて、なんかいっぱい犠牲者がいたってことね。そっか、ちょっとアイテム整理してあれだね、次の戦いに備えた方が良さそうだね。よし、アイテムも整理したので、あとはちょっとこれで先へ進めていこう。いやー怖いなー。で、目的が今3つのリリーフで開けなきゃいけないよっていうのと、ショットガン入手しなきゃいけないってなってて、で、ショットガンのところがちょっとどうやって取るかがまだわかんないよね。なんか、あ、わかった。なんかショットガンの代わりになるものが あるんじゃないかな。なんか、どっかにある、あった気がするな。とりあえずこっち行ってみよっか。ここには何があるんだろう。うわ、怖いなぁ。うわ、またこの黒いなんか、ヌメヌメがあって。ここはなんだ？厳重そうなドアだね。向こう側から止まってるか。じゃあ、こっちから行って、こっちか。そして、こっちに、うわ、なんかすごい、いかにもこれ出てきそうだけど大丈夫？こう行って、え、ちょっと待って、なんか、今絶対足音したよね。自分の足音？行こう行こう。うわー来た！ちょっと逃げよう。あいつ倒せんのかな？戦ってみる、ちょっと試しに。死なないね。とりあえず逃げるか。来るな、こっちに。きっとまずいな。逃げよう。いやー、出てきた、こっちから。え、ちょっと待って、何匹もいる。嘘でしょ。怖い怖い怖い。やめてやめて、そういうの。あ、ここは安全地帯だから消えたけど、これ結構やばい感じだね。
もう無視して突っ切っていくしかない感じかな。急ごうじゃ。とっとと行こう。もう脇目も振らず行けば、なんとか逃れられるかもしれないな。急ごう急ごう。閉めて。うおー、いたいたいた。ちょっとやめ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 。ちょっと待って、これ開けたらなんかある。いや、そんなの見てる暇ないな。逃げよう逃げよう逃げよう。やばい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 。おお、やばいやばいやばい。そうそうそう。2体目。怖すぎる。ちょっとやめてやめて、これマジで怖い。ちょっと来てる来てる来てる。どうするどうする。そっからも逃げて逃げて。見て。うわ、結構食らうな。ちょっと待って、これ怖いっていうか、もう何もできない、こんなの。やばいやばいやばい。ちょっと死にかけてる。回復して。あー、やばいやばい、ちょっとやめて。回復して、うおーっと、もう四面楚歌。あー。ほら、ほら、こいつら。まずいぞ。逃げれるか。ちょっとガードして、ガード。もうガードするとか、そういう。ちょっと、これはもうね。あー。なんかめちゃくちゃたくさんいるな、この変な黒いやつ。あー。モールデッドっていうんだ。中枢神経を潰す以外ってことは、じゃあやっぱヘッドショットうまく狙えば倒せるってこと？いや、でもさっき頭打ったけどな。いや、ちょっとじゃあヘッドショット狙ってみよう。